こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回はセンス天才招きいきたいと思います。やはりね、名前が良かった。僕は大谷関係はめちゃめちゃ天才とかセンス絡む。大谷翔平を作ろうという二刀流のチャレンジの時に天才覚醒で、ちょっと順番わかんないんですけど、大谷の初紹介で千丸で初めてと道中で天才覚醒で、今回ちょっと大谷のガチャを追いガチャして45になって、これちょっとこう夏休みを盛り上げるためにも天才を燃やそうかなというところで持ち込んだら、センス丸初期天才というところで、これはガチでものにしたい。もうガッチガチのデッキ組んでます。イベントデッキこんな感じです。ルシファー、大谷、ナギちゃん、雷、ノーミ、ニヤビトで、ナギちゃんの枠は最後までこうカミラと迷ったんですが、今回はナギちゃんで最大値を狙っていこうかなと思ってます。言いましょう。で、筋力からいこうかな。まあミヤビからでいいですね。さっとね、ここの技術をね入れていけたらいいかなっていう感じですね。ああ、まあまあ、これはちょっと早すぎる。さあ、こっからだ。緊張する。なぎ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 。いやー、いない。ここはね、やっぱりね、なぎにね、しっかりと登場してもらって、評価を上げたいところではあるんですけど、聞かない。さあ、こっからの無限指導ともらえるコツですね、が非常に重要になってきますと。で、普通にコツというか青も踏めると思うので、まあ、その辺は臨機応変にやっていきたいですね。うん、これはまあいいよね。アシスト取ってもよかったかな。うん、流し打ち当たりですね。で、ナギちゃんだけちょっとこうケアしてあげながら、8月の2周で踏めなかったんで。いいよ。でもナギをちょっとこう気にしながらのね。で、覚醒してるし、結構いるし、なんかバシバシ取ってっていい気はするけど、安いやつはね。ああ、ローボールね。ちょっとまあ外れだね。当たりではないっすね。ハイボールが来なければ今後、まあとても良かったなっていう結果になりますけどね。ナギちゃんいいやつでいいからさ、早めに欲しいんだけど。エストラ取りましょうか。もうガンガン落としていきます。うん、さすがにちょっとうまみがなさすぎる。いやー、総力リベンジ、まあまあいいでしょう。まあ、みやびのモテモテとナギちゃんが、まあ、絡むと結構進むので、早めになんとか行ってほしいところではありますが、どうしよっかな。雷か。まあ大丈夫だろう、休んで。うん、いいですね、お願い、これは大事。よっしゃ、天才、ナイス。さすが、さすが翔平くん。まあまあ、これはナギにちょっと素直に行きましょう。うん、精神だし、これは青絶対踏みたいっすね。いいやつをさっと取っていくっていうのもありかな。ちょっと難しいところではありますね。いや、まあ初戦勝つためにもさっと行きたいけど。スタミナ総力ちょっと多いな。うん、ちょっとスタミナ総力多いですね。ちょっと不安になってきたな。勝った。なぎ評価いったんじゃない。はいや。うん、もう結構いってるね。これはルシファー行きましょうか。まだちょっと早いっすね、やっぱ。まだちょっと早い気がするのかな。ブロックは取りましょうか、ヌードと。リベンジ取りたいけど。うん、まあ、いいでしょう。
さすがに重なんないだろ。肩か。まあ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 。うん、いい感じだよ今まで。あとまあ気をつけたいのはサボり癖とかかな。うん、ナギ踏んどきましょうか。まあ休んでもいいかもしれないですね。多分ナギ大丈夫だろう。マイビー行くよねこれ。あんまりなんか余計なことしない方がいい気がする。うん、オーターに行きましょうか。取れるかな。なんかロボ費どうしよう、置いとこうかな。うん、骨条件もそんな悪くないですね。ただちょっとナギちゃんだけ本当に早めに安心させてほしいですね。アベヒナイス、来い。シャッシャ、うわーパクパクか。まあ、早めに来ると嬉しいやつではありますけどね。日和りましょう。選球眼。絶対勝ちたいからね。でも総力まだ B か。案外伸びてないんだ。これはルシファー筋力ですね。筋力足んないね、本当に。アベヒありがてえな。結構いい感じだぞと。もう決めないっちゃいましょうか。シャッシャ来い、シャッシャ、シャッシャ、くそー。そろそろナギちゃんが来たらまあ踏んでってあげた方がいいかなっていう雰囲気はありますね。うん、支えてアプリまだだね。一応雷だね、くれる可能性ありますからね。いやーこれちょっと本当にうまくやりたい。うん、一つ一つの積み重ねがね、大谷くんの福井部じゃないけどね、大事。これ全然ポイント違えな、だいぶ違うわ。素晴らしい、今んとこ最高の立ち上がり。まあ、ノーミとかもイベント走ったんで、結構こう、ポイントは出てる感じですね。もう、ナギ行った方がいいかもしんないな。これ、52がいけないんだったら、ナギ行こうかな。うん、行けませんね。ちょっとナギ踏みましょっか？か、筋力いく？まあ、でも結構、うん、阿部ひもらったしな、流し打ち。筋力、いやー筋力欲しいけどな。ちょっと飲み込みましょうか、素直に。うん、リブ主義いいっすね。頼む、パヒ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 。おっしゃー、でもちょっとナギ危ない。そろそろナギ危ないよ。ムードは取っちゃってますね。ポイントは非常に大きい。素晴らしいよ、いい流れがあります。ナギ頼む。ちょっとナギがそろそろやばいんで、シャッシャシャッシャシャッシャ、やばい。もう行った方がいい気がする。もう行った方がいい気がする。福井弁も残ってますからね。これは仕方ない。やばいやばいぞ。評価を上げておきます。いいやつにしましょう。ちょっと妄想2回したくないな。50いけますね。ち
とこれはなんとかしてほしいけど、イブシギンはいいですね。ささやき炙りはちょっと待つか。イブシギン待つか。さすがにちょい重いけど、お願い。シャッシャシャッシャ、うん、バント美味しいですね。あ、やばい、投げか。確定はしてるんだけどな、これ56いけるんだったら相当うまいからね。いけるわ。ちょっと攻めようかな。大丈夫、シャッシャ来る。あ、ちょ、やばい、もう無理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 、もう待てない。下で金属だっけ。ちょっとやばいっすね、もう待てないっすね、本当に。ラッキーボーイもくれるのか。ラッキーボーイくれるからね、最大値はね。よし、これはもうナギに素直に行きましょう。これちょっともう外せないからね。いやー、ちょ、2回踏まされたかー。招き持ち込みで。その代わり大吉とか頼むぜ。結構体力、この回復系がね、無駄に終わってしまいましたね。で、クリスマスも、こう、余剰回復になるんで、まあんまいい立ち回りとは言えないですね。これにヤビ行くか、ナギちゃん行く。はあ、難しい。デートゼロか、今んとこ。一回ぐらい行っときますか。で、守備職をね、早めに。あとは評価上げてると結構クリスマス、ナギちゃんとキスできるっていう、まあ僕の中での、あれがあるんでね。いけるかな。うわぁ、半減した。これはでかい。このポイントは本当に正直ありえないほどでかいですね。いや、これ精神でもいいけど、普通に。ちょっと踏んでいかないと足りないかな。いや、今の半減は非常に大きいですね。ちょっと今のは本当に悲しかった。てか、やべえな、これ。結構な技術ないない具合。ちょっとナギちゃん、ここで返して。ここで取り返して。貯めよう。いやー、くそー。いやー、100点飛びましたね。これはちょっとあれですね。で、雷が91と。精神いこうかな。か、キャッチャー取れたら結構大きいっすね。パワヒでもいいし、いくか。もういいっすね。パーヒー終わりましたね。で、ささやき破りをもらいましょう。ちょっと、こう、セクニの失速感は、やはり、否めない。かな。間違えられないよ。ストレッチかな。
そのまあ妄想を踏まされたりだとか、ちょっとこうこの作品は正直何とも言えない流れはありますね。うん、デートしよう。正月もな、まあ、マックスこう300点飛んだので、なんとかこう他のところで流れを引き寄せたいですね。でもこうコツの引きは、まあ、アウトコースとか捕まれされてるんですけど、今のところはそんなに文句はないかなというところですね。うん、それにしてもだね、幅広い置いとくか、ちょっと筋力ないぞ、とてもじゃないが筋力がないぞ、ちょっと上げていかないとあれだね。45はするだろう、まあ、まあまあ肩は待とうか。Cにするか、Cにするでしょ、これで。デートしましょう。うん、3回目ですね。雷はもう勝手に行くと思うんでね。これブレイン勝負かける？行こう。うん、まあどこかで勝負はかけないといけないですからね。かけていこう。頑張れチーム。うん、てこの肩めちゃめちゃ強いっすね。ちょっとこれは本当に勝たしてくれ。コツもそこそこ取れてるからな。なんとか頑張ってもらいたいですね。頼む。相手はチームランク D。 おーい、来い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 。うおー、よかった。でもチーム弱そうだな。あれ、初戦29ポイントもらった気がしたけど。うん、いやー、これ大吉クリスマス成功だったら相当いってますね。これちょっと、それでも結構いってるぞ。ありがとう。のみ。これ結構いってるな。ここで BBB だもんね。筋力いこう。ちょっと他のコツをね。ルシファーまだなんで、まあ、ちょっとアウトコースは取ろうかな。頼む。対左打球の手が、この辺が欲しい、本当に。ところから欲しい。なあ、そっち。ああ、超固め。ちょっとイベント系の運が来い。よし。最低限。これどうするよ、早急。ロボ比とかさ、ロボ比行くか。もうちょっと勝負をかけよう。これは勝負してっていいでしょ。もう他の有用なコツをね、掴みに行きましょう。空になっちゃったポイント。うーわ、インアウトはダメだって。だからここまでのいい流れ、まあそうですね、セクニで経験点出てるのってやっぱり結構イベント完走してるからだと思うので、ちょっとこう大丈夫かな、すごい不安だけど。85っていけないかな。
強いんだ。やっぱむやみにあげるのも良くないね。ここはデートにします。次練習できなくなるね。いやーちょっとインアウトもったいねえな。コツ2個分ですね。やめて。よし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 。まあやる気なくなったのは良くないけど。あ、これ成功するパターンですね。大体なんかやる気下がった後は成功しない結構全部失敗してるんだが。うん、ルシファー、はい。結構そのイベント運がないっすね、こいつ。まずいなぁ。そこの走塁はまずいな。ちょっと今このままだともう確実に電光石火に向かってますね。まあ旅終わりだもんねこれ多分。まあそうだよね。筋力いきますか。ちょっと青骨の出が悪くなってきましたね。このセクションあんま踏んでねえな。大谷翔平くん、いやーちょっと固め打ちとか欲しかったな。連打いきましょうか。うー頼む。42骨。オッケーオッケー。でも12骨ね。うん、これ筋力ですね。筋力いい感じだよ。上り調子置いといてもいいけどな。ナギがワンチャン来るからね。オッケー。あとはチャンス降格対左てか、そう考えるといっぱいあるな、まだ。58いけないんだ。58いけないんだ。ポイントすげえ使ってるな。48もきそうっすね。ルシファーか。怪我無理だもんね。しゃあない。走塁以外、守備がいいな。守備いかんと。OK。逆境、いいっすね。ああ、いいタイミング。なぎ、あと1回でしょ。デート。精神行きたいっすね、こういう時。来ないか。なんか、やる気を戻してもいいかな、ワンチャン。86。脳み。いけない？いけないか。なんか、やる気を戻してもいいかもしれないっすね。なんか、全然練習できないんだよ。おかげさまで。デート、やる気上がったっけ？ちょっと調べますね、これ。大事なんで、本当に。ですね。ナギって打つとデートって出る僕の検索機能はもうなんかもうやばいのかもしれない。パワープロばっかりしてるから。5回目はですね、やる気が上がりますね。1段ですけど。どうしよう、2段上げた方がいいかな。ファミレスぐらいの方がいいかな。いや、これは行こう。これは行こう。行けるときに行こう。おお、かなり。お、固め。お願い、固め。1段で取れるから、普通に。OK、OK、OK、OK。最低限くれましたね。精神が欲しいな。大谷か。固め打ち。ちょっと能力を上げてなんとかこう進んでいきたいんだが先に。ちょっとなんとも言えない守備だな。なんとも言えない守備だな。守備上げないと伸ばせねえな。パワーナイス。プロフィー。そこは降格が欲しかった。帝王いきます。いけんか。ちょっ
ょっといけんですね。67は無理だね。ただこれ精神は踏んでいきます。逆境を取る守備職意外性、ちょっとなんかど忘れちゃったぞ。さよなら、さよなら逆境守備職意外性だね。意外性取ったよね。意外性さよなら逆境守備職全部いってますね。じゃあ逆境は置いといてこれで普通に振りましょう。これちょっと勝たしてくれ。今肩いけたかもね、ワンちゃん。まあまあまあ肩はね、なんとも難しいとこありますからね。よし、強いぞ普通に。ちょっとあんまりこっから伸ばすビジョンないけど、イベント終わってるんで、ね、ほぼ結構こうやっぱイベントがない感じしますね。おーい、ああ負けた。これは大きいっすね。2試合勝てなかったか。ちょっと点数ボロボロになっちゃったなこれ。うん、結構出てるんですけど、もうこのセクションでイベントほぼないのと結構厳しいなっていう印象っすね。85いける、ギリだ、本当にギリギリのギリギリ。ナギも終わってるかな。うん、最大値はもう十分上がってるんでこっちでいいでしょ。お、体力回復じゃない。ちょっとどうだろうな、わかんねえな。精神お願い、筋力。これだったら休みましょう。さすがに雷すごいね。キャマルください。でも当たりしかないでしょ、もう打球の。マグロフォローで体力回復ですね。うん、上り調子ね。もう取ってますね、上り調子はね。いやーちょっとあと広角、まあそうですね、フルヒインコースアウトコース、この辺が来ちゃってるからね。精神いいっすね。大谷か、翔平さん頼むよ。満塁男、まあなんか抑えてくる、抑えられないか。かく乱は行きましょうか、直で。その精神系勘弁してほしい。精神じゃない、臨床系。うわーやばい、それはねやばいね。ギリ耐えてるけど、これはやばいね。もう勘弁してほしいね。もう踏むのやめた方がいいかもしれない。うん、速攻いいっすね。して肩よし、エンタ。ここからだね。いつこれおかしなことになるかわかんない。なんで守備行きたいっすね。宮城これ58いけるんなら。無理っすね、58無理っすね。ポイントも大きいし、これルシファーなんかものすごくリスク高いっすね。これでもみやびでいいんじゃないの、素直に。ダメかな、割といい気もするんだけど。要は結構手が入ってますもんね、70ぐらい入るしね。埋めていくべきなのか。まあポイントバランスとかも考えると、もうどう何をどう転んでも技術欲しいなみたいな感じではありますね。ちょっとここはみやびを踏んでおきます。正解かどうか全く分からない。まあ体力消費とかあとはもろもろを考えて
うん、これ肩いっていいですね、普通に。で、ちょっとお願いだからいいコツくれないかな。もうなんか押さえていった方がいいんじゃないか、普通に。ただ著しくポイントバランス崩すの、やっぱどれ来ても。本塁生還いきます？40うんぬんコツですが、これはいきましょう。肩なら大丈夫でしょう。なあ、それか。これは行かざるへの総理潰します。大谷にかかっている。うん、肩いいっすね。チャンスメーカー OK。 お願いだから精神に、精神来ないぞ。48いけるね、ワンちゃん。チャンスメーカーか。ちょっとどれ来るか怪しいですね。広角を来たら本当に終わってしまいますね。怪我。広角を来たら結構ゲームオーバーだな。コツないっすからね。ここはまあそんなに悪くは見えないですけどね。ちょっとわかんないですね。あとそうっすね、チャンスと対左、打球伸びは正直もう1つかんだので、まあ最低限はっていう感じですね。多分42で終わりだな。28無理だな。あ、全然伸びない。あれ、パーキつけてなかったっけ。あ、ちなみにすみません、左打ちとか合わせてないです。ちょっと広角欲しいな。やっぱいかにこの42のコツを、まあ、つかめるだと、つかめるかだと思うんですよね、勝負は本当に。あとは結構今回その精神練習が、まあ、ちょっと光らないっていうところで、無駄に休んだりとか多かった印象しますね。足が速かった。どうだろうな、ちょっとなんとも言えないな。あとは代打の神様ちゃんともらえるかどうかっすね。精神で頼む。いなかった。いいっすね。こういう時に精神踏めるかどうかは本当にこのサクセスは重要になりますね。もう S いっていいでしょう。きついね。ちょっと無理くりパワー伸ばしていくか。走塁伸ばすとちょっと一大事になりかねないんでね。ちょっと肩伸ばしたんや。これ金徳取ってなくてキャマルもまだって感じが。技術きつそうっすね。ニートは A 止めでも良かったかもしれない。技術精神すげえきついね。これち
ま、なんとかこれで最低限はやれたかな。ちょっとまだまだ伸びしろあるだけにすごい悔しいですね。試合負けたりだとか、まあこういう精神がまあいい具合でいい番倍で来ないとか、この辺がなちょっとまだだな。99、もうコツねえのか。結構青もちょっとまあ出が悪いな、ちょっと青出悪いな。なんとかこう筋力でも今90いくつだったか、みやびぐらい残ってんの。ただ今3分の2で外れなので金徳、まあ大谷くんなら引いてくれるとは思いますけど、今んとこちょっとレーザービームをなんとかね持っていきたいですね。一応レーザービーはコツも掴んでるんで、まあ来ればこう取ってあげられるかなっていう感じは。ちょっと強いんだけど、あ早すぎた。なかなかこうバチッとこうハマったっていうサクセスはできないですね、やっぱり。イベントもな、全部失敗してるからな。お、クソゲー。精神で頼む。あー、どうしようかな。まあ、これは筋力いっときますか。素直に。ミヤビも乗ってますからね。肩上げてる割にはまあ確かに伸びてますね。チャンス左広角ほぼ不平つら。精神カラッカラになるな、干からびるな精神。お待たせしました。共に絆を。シラス追う展開で迎える1回です。ちょっとミートの S が余計でしたね、これを見る限りはね。やばい。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。投げました。やめようぜ、ほんとそういうの。同点で迎える6回です。今日2打点を挙げています。カード見送ってストライク。第2球投げました。ボール。1球外します。第3球を投げました。爆速ストレートを見送ってボール。これは完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。よかった、接待ボール。シラスリードで迎える8回です。ここまで全打点を叩き出しています。第2球投げました。打ちました。痛烈。いった。場外。いやーコツたんねー。まあ無限指導の弊害ですよね、これが。なかなかこう思った通りには。精神精神。いやー精神こうね、精神来ないな。ちょっとこれ妄想は絶対危険だからな。これは休んで残りの2回か。これほんとミヤビーなんとかなんだね。チームメイト91だったらいけるぞ。あ、ミヤビー全然踏んでないですもんね。ほんと来てほしいな。ミヤビーが筋力、雷が筋力、その可能性にかけたい。20まで無理だな。ほんと精神悪い。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。投げた。伸びた。伸びていった。レフトに。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。今日2打点を挙げて打った。
完全にミートエースが余計でしたね。なんかいやきついね。やばい。シラスこの回はクリーンアップからの攻撃になります。今日3打点を挙げています。打ちました。痛烈。いった。入った。ちょっと待って。打てども打てども。恐ろしいんだよ。今日4打点を挙げています。これはいい当たりだ。いった。入った。これ技術ガチ足りないっすね。なんでまあこういう休むのターンで能見の技術拾ったりとか。やっぱ雅を積極的に行かないと結構しんどいもんがあるね。ダブルタック。ダブル行くか。印象いらねえもんな、マジで。60、100入るもんね。ちょっと怖いな、これあげるの。でももう出たあげる。じゃああげるんだけどね。まあ待ちましょうか。いけるんなら筋力ちょっと92にしようか。ちょっと基礎振ろう。ではいいでしょう。頼む、筋力にみやび。みやび仕事しよう、最後に。第9見送ってボール。投げた、打った、これは強烈、いった。これもう完全に終わるな、広角砲とか。シラスリードで迎える3回です。投げた、初球外れても、まずは様子を見ます。第2球投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った。シラスリードで迎える5回です。今日4打点を挙げています。須田ボールを取る、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。シラスリードで迎える8回です。今日はツーランホームラン2本を打っています。内角に送ってストライク、まずは1球見ました。第2球投げました、これはいい当たりだ、いった。試合はまあ最低限はできてますね。頼む、筋力で来い。いや青出ねえや。ワンチャン妄想踏んでいくのもまあなしではないけど、いや精神いくか、精神で何とかしよう。まず金徳を取りましょうかね。こうだよね、ポイントバランスこうだよね。あー技術っすね、技術とね。安易に肩も守備も踏み合う。精神にしましょうか。38、ワンチャン神様、レザビーもいけるかもしれない。すげえ、なんか針の穴を通す。まあ投手は来ても大丈夫だろうな。まあいいか、いいか、点数にしときましょう。これはいいっすね、すごいでしょ。いやー分からない、これは正直分かんないな。ただ2個シラス追う展開で迎える1回です。投げました、お、ストライク。第2球投げました、ちょっとこれは究極の集中をします。シラス追う展開で迎える3回です。投げました、
球。投げました。めっちゃ炎上するな。炎上しない試合なかったぞこれ。普通。しらす追う展開で迎える6回です。今日3打点を挙げています。ボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、打ちました、痛烈、入れば同点だ。さすがにこれは勝たして結構なポイントを失ってきてますからね。ここまで積み重ね的には。第2球投げた、危ない球。第3球はこれはいい当たりだ、いった、 OK、 入った入った。これはかなり腕をね綺麗に折りたたんで打てたんじゃないですか。やれることはやりましたけど、ちょっとこううーなんとも言えないっすね。翔平頼むぞ。うわ、転校生コツないよ、コツがありません。いやーこれうん、多分ちょっと伸ばせたんじゃないか。おお、 SS ランクか。え、なんで SS しか言ってないのこいつ、なぜだなぜだ、全くわからない全くわからない、あれあれあれ、 SS1 ぐらい乗ったかと思ったんだが、最低でもわかりません、わかりません、全く。あれあれ、なんかやってたかな僕。SS？ え？ちょっと待って待って待って。SS しか乗ってないぞ。1,2,3,4,5,6。そうだよね。金属4つだよな。あー、やっぱプルヒッターとかが取ったのが間違いだったのかな、完全に。SS1 ぐらいは絶対乗ったかなと思ったけど、うん、ですね、全然ダメでしたくっそマジか、今すごい悔しいな。そうですね、まあ代打の神様もらったら SS1 もらっても SS1で、こう、いやもう言葉がないね。言葉がなくなりましたね。ちょっと今回は完全に不完全燃焼という感じになってしまったので、またこう、うまく、シラスをやれるような機会があればやっていきたいかなと思います。で、この動画公開するかな、どうなんだろうな。まあ本当にこう、大谷を使ってみた。その天才をやってみるとこういう感じの流れになりますよっていういい例にはなったと思うんですけど、結構なんかうん、もうネタ書いて入れようかな。これなんか全然伸びなかった、本当に。なんかそのセンスまるで、まあ、SS に作れていてこんな感じなので、いやー難しいな。シラス高校って奥が深いですねっていう話だと思います。はい、今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんの高評価、チャンネル登録お待ちしております。でこの動画もプレゼント対象なので、ぜひ、こちら、よろしければ応募いただければと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。